アニハセヨ、シュウセミニダ。今回はニキビパッチ、こちらマデカメディパッチ。これね、効果があってすごくいいんですよね。ニキビができた時にですぐピンって貼ればいいだけなんですけども、それでシャワーを浴びても全然取れないし、で2日したら完全に僕だと治るんです。これで、はい、赤みも取れて、だいたい僕の目安で1日半から2日なんですけども、まあ1日で取っちゃう時もあるんですけども、でこれすごくニキビが出た時も助けてもらえる商品ですよね。これ中ちょっとお見せしますね。こんな感じですね。はい、なんですけども、これね効果があるから好きなんですよね。で33枚入ってて360円ぐらい、日本円で。これがなんせ僕が見かけたのは韓国のコンビニでしか見かけたことがないっていう。他では売ってんのかな、売ってないんじゃないかな。これ韓国のコンビニでしか売ってないんで、よかったら韓国に来た際はコンビニに行ってちょっと見つけてみてください。韓国人もすごくこれを好んでコンビニで買うぐらいなんで、よかったら。マデカって再生だからね。しかもこのブランドは昔からなんかあって、日本でいうオロナインみたいな感じので、こっちだとこのマデカで、昔からこのブランドがすごい有名で、最初に手に取ったのが僕の出会いみたいな。この使ったらすごく良くて、まあいいですよね。日本のオロナインもすごくいいですもんね。もう一家には一個みたいな。でこのブランドも一家には一個あるぐらいですからね、韓国では。こんな感じですね。またなんか韓国の商品とかレビューしてもらいたいとかあったら、下のコメント欄に書いてもらえれば僕も手に取ってちょっと試してみるんで、いい商品とかあったら教えてください。でそれといいねやチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アニョン。